皆さん、こんにちは。えー、ただいまより、広島大学文学部、文化財学分野の紹介を始めます。よろしくお願いします。まず、文化財について、えー、文化財とは人類が創造、継承した歴史的文化遺産を指します。お寺に古くから伝わる仏教絵画や仏像、近世の大名たちが所蔵したきらびやかな調度品、豪壮かつ雄大なお城の建物、 こういったところが文化財になります。広島県は、えー、数多くの文化財がありまして、建物で言えば、えー、有名な世界遺産にもなっております。厳島神社の社殿、尾道の寺院建築、福山の、福山城の建物、こういったところが挙げられます。我々文化財学では文化財を実際に見に行って、時には理科系の手法を駆使しながら、 文化財の特徴を徹底的に考えていきます。そして文化財の有する価値や歴史的意義を実証的に検討し、さらには文化財の持つ様々な歴史的背景、文化的背景を考えていきます。文化財学では文字資料だけじゃなくて文化財を手がかりにして歴史を考えていきます。文化財を丁寧に検討してみると、当時の人々の美意識や価値観が分かってきます。 文化財から得られた情報をもとにえ、我々は歴史の深淵に迫っていっています。当分野の大きな特色はえ、こちらのスライドにも書いておりますけど、仏教美術、工芸品、建造物を同時並行で学ぶことができる。この点にあります。日本の美術は仏教美術、工芸、建築が大きな柱だというふうに言われてるんですけど、 当分野はこの三本柱をしっかりと学部の頃から学ぶことが可能です。他の一般的な大学では仏教美術、工芸品であれば文学部や美術史などといった文系の学部になってくるんですが、どうしても建造物は工学部などの理系学部で学ぶ必要が出てきます。もちろん他の大学でも 学部をまたいで授業を履修するということは可能だと思いますけど、やはりハードルが高いということは否めません。それが当分野では、仏教美術、工芸、建築、これらを同時に学ぶことができます。将来、学芸員や文化財関連の職種に就いたとき、大きな強みになってきます。また 当分野はフィールドワークを中心にした教育活動を積極的に展開しています。これらの写真は教員が実際に行った実習の様子を写したものです。学部生の頃から本物の文化財に触れながら研究を進めることができます。高校生の皆さんだったら本物の文化財に触れたことなんてない、こういった方は多いんじゃないかなと思います。当分野では 教員や先輩が丁寧に指導しますので、こういったところも安心かなと思っています。この右下の写真は、私のゼミで行った古建築の調査の様子になります。建物の寸法を実際に測って、最終的には CAD と呼ばれるソフトを使って、パソコンで製造していきます。文化財学分野では、 文化財を取り扱う際の学識や経験が身につきま,すまた当分野は調査などでチームを組むことが多いんですけれども物事を多角的に考え人の意見を受け入れさらに自分の意見を人に伝えるこういったインプットアウトプットの能力またチームのみんなをまとめる力さらには何かあった時に臨機応変に対応する力こういったところが身についていきます。 このような能力は、社会のどのような場面でも、例えば文化財学関連の職に就かなかったとしても役に立つものだと考えております。また、学生たちの進路は多岐にわたります。分野の特徴として、学芸員になった OBOG は多くいます。その他、営業職、新聞社、放送局など、一般企業に勤めている方、中学校や高校の先生になられた方、 公務員、員一般行政職や教育委員会で働いいておられる方もいます。また学部だけでは研究が物足りないなぁなんていう方もおられ大学院に進学しています私たちとしてはできるだけ多くの方々に文化財学に関心を持ってもらいたいなと考えておりますこのスライドに載せているような例えば日本や歴世界の歴史を深く学びたい 本だけじゃ知知りりないい歴史の詳細を知りたいこういった方々は文化財学に入っていただければかなり4年間楽しい学生生活が送れるのではないかなと思いますまたもちろんここのスライドに上げているような方ではない方、まあ、そういった方々も、えー、我々としては大歓迎です私自身も高校の頃は文化財学という言葉正直なことを申し上げると 耳にしたことがなかったんですけれど、実際文化財学という学問に触れてみて、その面白さにはまってしまいましたえ。少しでも多くの方々に文化財学を志していただければと思っております。皆さんと一緒に文化財学を研究して、そして皆さんと一緒に歴史の教科書を塗り替えるような、まあ、こういった大きな発見ができることを楽しみにしております。 以上で文化財学分野の紹介を終わります。ここまで動画をご清聴いただきまして誠にありがとうございました。